記録、ミアは初めてハガード区域に入り、他の AI サーバントと情報交換します。ようこそ。俺の名はカラン、第9地区のエクセキューター指揮官だ。フランツさんから事情は聞いた。ただ残念ながらアストラ島のオムニアムタワーの異常については我々もあまり情報は持ち合わせていない。でもシェルターのみんなが心配してるんです。機械の故障が原因なんですか？アイダの子がオムニアムタワーのエナジー転送モードを改ざんした。5つのタワーそれぞれに蓄積されたエナジーが俺たちの足元にあるセントラルタワーに逆流してきたんだ。セントラルタワーのエナジー貯蔵量には限りがある。限界値を超えればここにある設備は過負荷により損傷する危険性がある。こうなった以上は余分なオムニアムを地表に放出するしかない。だがそれは放射能汚染を伴う。何度も使える手ではない。フランツさんから届いた報告書に、戦闘中にお前が一瞬時空の歪みを引き起こしたと書いてあった。それは本当なのか？はい。周囲の時間の流れが異常に遅く感じる時があります。それは俺たちが幻想タイムと呼ぶ現象だ。人為的要因で局地的に時間軸に異常が生じる。エクセキューターの隊員にしか使えない特殊能力だ。エクセキューターはハガードが各種オムニアム災害に対応するために組織した精鋭部隊だ。隊員は時間軸をある程度操作できるよう遺伝子を操作されている。エクセキューターのデータベースにお前に関する情報があった。最後の記録は半年前、お前とお前の正体がある作戦の最中に失踪したと書かれていた。私がエクセキューターですか？お前がエクセキューター部隊の隊員だったことは確かだ。だがこの半年の間お前の身に何が起きたかははっきりしない。しかしお前も知っての通り、俺たちの前には問題が山積している。アイダの子が虎視眈々とチャンスをうかがっているし、オムニアムタワーの異常も待ったなしの状況だ。ハガードの第9地区は今人手が足りない。そこでお前にアイダの子の陰謀を阻止してもらいたいのだ。お前の件は第9地区のオフィサーであるエルリック様に報告済みだ。今すぐ会いに行ってくれ。はじめまして。カラマ隊長から事情は聞いている。君のように優秀なエクセキューターを迎えられて非常に嬉しく思う。アストラシェルターに救出された時にはすでに記憶を失っていたとフランツさんから聞いた。それは事実かね？はい、何も覚えてなくて。報告書には君は高度な戦闘スキルの持ち主だとあった。エクセキューターとして身につけたスキルは記憶とともに失われなかったようだね。それはつまり君がまだエクセキューターとしての職務を果たせるということだ。部隊に戻る前に精密検査を受けてもらいたい。君の身体データを記録してサプレッサーをアップグレードせねばならない。わかりました。もう準備はできています。準備はできたか？
最新の研究成果だ。このパワーをうまく活用してほしい。お、仲良くやってるようだね。大丈夫。どうだい、おじさんたちにいじめられなかったかい。フランスさんね、事情は全部話したのか。いや、まだだ。おやおや、いつもの悪い癖だ。隠し事ばっかりするくせに他人には命がけで働けって言うんだから。この子の身に何が起きたのかはまだはっきりしない。先ほどの検査でサプレッサーのチップから未知のウイルスが発見された。ウイルスはエクセキューターのデータベースに攻撃を仕掛けようとしたが、我々は直ちにそれを察知し位置を特定した。だがウイルスは発見されるとすぐに自動消滅したため、感染経路をたどることはできなかった。え？そんなことが。で、君が記憶喪失っていうのは本当？精密検査の結果、記憶が人為的に抹消されたことが分かった。それ以外は特に異常はない。エルリック、それは半年前のあの件と関係があるのか？それ、何の話ですか？すまない。君の素性については引き続き部下に調査させる。どうか我々を信じてほしい。そんな心機臭い顔しないで、ね、もう一つ大事な話があるんだよ。イーサン・ヘクターという人物に心当たりは？イーサン？全焼の修理工だ。6年前からここで働いている。彼に何か問題でも？アイダの子と接触しているようだ。おそらくスパイだろう。何？イーサンか？その情報は確かか？全く信用ないんだから。なんなら本人に直接聞いてみればいい。イーサン、訪問記録ではつい先ほど全焼のホールを出たことになっている。セキュリティシステムを使えば彼の最後の足取りを再現できる。何？アバター視界を起動。E さんの行動を再構築する。追跡続行してくれ。点火装置は一つだけではないはずだ。
E さんの監視記録を詳細にチェックしたが、特に怪しい動きはなかった。ホール内の安全は確保されているはずだ。だがハガードのクーポラの外には監視が行き届かない。先ほどそこで3つ目の起爆装置が見つかったとの報告が入った。クーポラの外って、この大きなドームの外ですか？まあそう慌てるな。もうプラン B まで用意した。ついてこい。クーポラに案内しよう。時間を遡ったかわからないけど、早く探さない。グランツさん、ごめん、私タイムリバース装置を動かしちゃった。ごめん。ってことは君、 E さんがホールとクーポラに置いた3つの起爆装置をまだ全部除去できてないの？もっと、そりゃ最悪中の最悪だな。起爆装置の位置は特定できたのか？位置情報はデータベースに送信済みです。よくやった。ホール内の起爆装置は部下に除去させる。クーポラ、ようやく終わったな。君のおかげだ。よくやった。フランツさん、さっきのタイムリバースは一体どういうこと？どうしてもはっきりさせたいならエルリックのやつに聞くしかないだろうな。だが一つだけ忠告しておく。知りすぎるのがいいこととは限らない。おっと、ご主人様が見てる前で内緒話は良くないね。問題も解決したことだし、もう俺は用済みだな。安心しろ。オムニアムタワーの件は俺からパウルに話しておく。じゃあ私は？君、まだまだやることが山のようにある。そうだな。俺が君ならそう簡単にこき使われたりはしないけどね。まあとにかくオフィサー殿のご期待に応えるこった。しっかりやれよ。君の将来は明るい。おっと、君にプレゼントがあったんだ。暇な時に取りに行くといい。この上の階にある。すぐ見つかるさ。じゃあ、あとは二人でごゆっくり。ご苦労だった。さてと、いろいろ聞きたいことがあるようだね。フランスさんから何も聞かされていないのか？それとも彼が私に面倒を押し付けたのか？すまない。君を疑っているわけではないが、今はまだはっきりしたことは言えない。今回の爆弾除去で君が信頼できる人間であることはよく分かった。ただタイムリバースの件には複雑な事情が絡んでいる。ハガード内でも極秘中の極秘だ。
どうか理解してほしい。ジークのことで何か分かったらすぐにフランスさんを通じて連絡を入れる。できるだけのことはすると約束しよう。その代わり、オムニアムタワーの修復やアイダの子への対応は君に任せる。さてと、パーラメントにはまだやるべき仕事が山ほどある。私からの話はこれだけだ。君には約束する。時期が来たら全てを話す。1ID と権限をチェックします。エルリック、権限レベル5。カラマ、権限レベル4。権限を認証しました。ハガード議会区へどうぞ。情報を獲得できませんでした。何か手がかりはありましたか？悪い情報しかないわ。アイダの子は密かに陰謀を企んでるみたい。それでジークは本当にそんなことをする価値があるのかしら？ジークは被害者です。絶対にアイダの子の陰謀を止めなくてはなりません。うん、私もこの危機を解決するとハガードに約束したわ。そうそう、よくわからないけどブランツさんからプレゼントがあるらしいの。こんにちは、コバルトさん。うむ、お前は？ブランツさんから荷物を取りに来るように言われました。フランツ、そういうことか。これはあいつがベンジス重工から調達したハヤブサ号だ。使ってくれ。ハヤブサ号？これを私に？モービル開発部門一押しの傑作だ。多分な。マニュアルによると、純オムニアム駆動、炭素合金のボディ、磁気ブレーキ、280馬力、トルク300、最高時速は230。おお、たった230なのか。電動構造をちょっと調整してやればエンジン効率が 20% アップするのに。もしくは、まあいい。ああ、とにかくこいつの操縦にはコツがいる。性能に慣れるまでは自分の腕を過信しないことだ。はい、ありがとうございます。では、用事でハガードに来たついでだ。大したことじゃない。ハヤブサ号を試してみましょう。ジェラルドさん、アストラ島に戻ってフランツさんと打ち合いたいのですが。オフィサー殿から転送ゲートの使用許可は出ています。今後は自由に出入りしてくださって結構です。転送記録によれば、フランツさんが最後に向かわれたのはアストラ島の結節点です。そこに行けば会えるでしょう。ではお気をつけて。
やあ、おかえり。今ちょうどパウルに今回の厄介事について説明したところだ。ハガードはこのタワーを止めたいんだって？そうなの。エルリックさんに何とかしてオムニアムタワーを止めろって。でもどうすればいいんだろう。まったくエルリックのやつ、こんな一大事を俺たちに押し付けやがって。オムニアムタワーの内部を調べたが、ひどいありさまだ。エナジーケーブルを直すにはかなり手間がかかるぞ。いや、それよりパウル、これをどうやって止めるか知ってるか？もったいぶるなよ。自分が知ってるんならさっさと言え。簡単に言うと、アストロナジーというものを探す必要がある。アストロナジーって聞いたことは？それ何？人工のオムニアム結晶。非常に高効率なオムニアムバッテリーだ。それを使ってタワー内部の冷却システムを動かす必要がある。だが残念ながら大厄災によって製造技術は失われてね。今完璧なアストロナジーを探すのは至難の業だよ。だが運よく闇市の友達が耳寄りな情報をくれた。この近くで格闘技大会が開かれていて、その優勝商品がなんとアストロナジーだというんだ。なかなかの太っ腹だろう。つまりそこで優勝しろってことか？いや、でも俺は荒っぽいことは苦手だから、この件は君たちに任せるよ。幸運を祈る。任せて、絶対優勝してみせるわ。メガ闘技場へようこそ。チャレンジカップはもう始まってますよ。見慣れない顔っすね。ここ初めてでしょ。エントリーします？いろんなとこから有力選手が集まってますよ。でも賭けがしたいなら今は多分無理っすね。賭けてんのは常連さんばっかなんすよ。それがうちの掟なんで。おっと、また新たな勇者のお出ましっすね。エントリーの手続きはうちのボス、ディグさんのとこでお願いします。